こんにちは、みなみです。さっき充電したばかりなのにもう充電がないと、スマホの電池持ちの悪さに困っていませんか？今回は皆さんが知らず知らずのうちにやってしまっている、実はスマホの電池持ちを悪くしてしまっている行為をご紹介します。スマホケースをつけたまま充電する。これはおそらくほとんどの人がやってしまっているのではないでしょうか。実はこれ、電池パックにとても負担のかかる行為なんです。というのも、スマホの電池パックであるリチウムイオン電池は高温になると内部の化学反応の速度が上がるからです。そうなると充電パックへの負担もそれだけ大きくなってしまいます。特に手帳型のスマホケースは熱がこもって高温になりがちです。面倒でも充電する際は一旦スマホケースを外して充電すれば、電池パックの消耗を抑えられます。毎回電池を使い切る。多くの人が中途半端に何度も充電、継ぎ足し充電をすると電池持ちが悪くなると勘違いしていますが、実はこれ全く逆なんです。リチウムイオン電池は充電前に完全に使い切る必要はありません。おそらくリチウムイオン電池登場以前に広く使われていたニッケル電池についてのイメージがまだまだ残っているのでしょう。リチウムイオン電池にはメモリー効果はなく、むしろバッテリーが空の状態にしてしまうとダメージを受けます。電池が減ってきたら早めに充電をしましょう。充電 100% のまま充電器につなぎっぱなしにする。充電がもう完了しているのに充電器につなぎっぱなしにしていませんか？最も多いのが、夜寝るときにスマホを充電器につないで朝までつなぎっぱなしという方。夜の間に充電は完了しているのに朝までずっと充電器につなぎっぱなしだと、電池にとても負荷がかかってしまいます。充電完了したスマホはできるだけ早く充電器から外しましょう。充電しながらスマホを触る。これは分かっていてもついついやってしまいますよね。でもこれ、電池パックの消耗をものすごく早めてしまう行為なんです。一番 NG なのが、夜ベッドで充電器につないだスマホで長時間ネットサーフィンをして、そのまま充電器につなぎっぱなしで朝外すというパターン。結構やっている人は多いのではないでしょうか。これはスマホはもちろん体にも悪い行為なので、やめた方が良さそうですね。いかがでしたか？スマホケースをつけたまま充電する。毎回電池を使い切る。充電 100% のまま充電器につなぎっぱなしにする。充電しながらスマホを触る。4つの NG 行為、あなたはいくつ当てはまりましたか？スマホはもはや私たちの生活になくてはならないものですよね。電池持ちが悪いと不便だし、ストレスもたまるし、正しい使い方を知って快適にスマホを使っていきたいですね。ご視聴ありがとうございました。ご登録よろしくお願いします。